イエス、アフター、アフター、アフターです。アフターありがとうございます。いや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 、10時半になればアフターになればアフターでございます。いやありがとうございます。ここはね、あのこんなところですけど、ちょっと、ね、うん、画角的にはあれですけど、あちらの方をちょっと見てもらうと、うん、登米市の市役所、市役所ありますね。見えますかね、市役所ね。中井中央公園ですね。中井中央公園、ね、はい。じゃあ同時に順番でいこうかな。はい、じゃあ先にカルチャーの方から。はい、はい、こういった感じでですね、うん、10月3日にフラワーが、はい、はい、今月は、うん、今月はというか10月はありまして、はい、はい、普通はですね、生花のね、うん、アレンジメントなんですけど、うん、10月はですね、プリザーブドフラワーっていうのを、なんてドライフラワー、ね、おしゃれですよ、やつを、はいはいはい、アレンジメントする。なるほど。ことで、へえ、はい、そのパターンは新しくないですか？聞いたことが、まあでもいろんなところでプリザの教室っていうのはあるんですけど、へえ、はい、でもちょっとなかなか珍しい体験ですね。そうですね。まあ今あの常連の参加者さんたちもやったことないっていう人たちだったんで、じゃあやりましょうっていう、うん、はい、まあ、もし動画見た方で、ね、興味あるようでしたら、ね、はい、トンボが止まってるっていうね。はい、私もやりたいですよね。そうですか。ブリザードってなんだねっていうね。今後やりたいのかな。うん、で参加費が通常2000円なんですけど、はいはい、いつもは、うん、ちょっと2500円で、なるほど、お花やって、これをなんかこうボトルみたいなのをね、はい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 、入れ替えて、入れ物代がね、まあ、うんうんうん、っていうことなんで2500円で、うんうん、はいはい、受付中と。はい、であと絵手紙は10月20日の金曜日、はい、はい、次回に、はい、それぞれで10時からぜひ、はい、ゴールデンウィークから西越駅前の明かりの方でやってます、うん、申し込みはお電話で、うん、こちらの方にお願いいたします。お願いいたします。いや、まさにまさにね、文化芸術の秋でございますので、あとはですね、お願いします、ぜひお越しください。西越らしさんがですね、はい、新しいのが、はい、明日、明日、10月1日ですね、発行ということで、はい、はい、出ます、はい、あんまりこうね、アップ取らないでいただいて、はい、もやもやした感じでね、ぜひゲットしてください。これは、これはなんだろうな、はい、アーカイブされるべき内容がたくさんね。そうですね、今回150周年ということで、はい、年表と、あと伝統芸能で40年以上続いてる取り舞いですね、はい、まあ、それをこれ小学校の子たちがやってるんでしたっけ。そうですね、そうだそうだ、来ましたよね、はいはいはい、取り舞いね、まあ、それのちょっと歴史も振り返す、これ大変貴重な写真なんかもですね、手に入ったりしたんで、すごい、まあ、これは本当に皆さん、うん、涙を流して見ていただけるんじゃないかと。いやいやいや、ぜひ、ぜひ、はい、手に入れてほしいですね。作ったからね、あとはちょっと燃え尽きましたね。なるほど。いや、大変でしたでしょ、まあ、裏まで、これはね、手前のやつが続いてたりして、はー、なるほど。あとですね、まあ、これは今日それこそ9月30日は、はい、豊里公民館の方で、はい、はい、登米市民文化祭が開催されてまして、うんうんうん、はい、そちらの方でも配布をさせて、ね、1日早く手に入って、そうか、そう、そうですね、はい、なるほど、感じで、しかも石越町外で、確かに確かに、はい、貴重な機会、確かに、はい、ぜひ、まあ、あとはね、いろんなところで配布っていうことで、内側のマップの方にありますけど、うん、そうだ、さっきラジオで言わなかったんだけど、はい、ここにね、渡り鳥観察会をまた2回目の、はいはいはい、本当ですか、はい、1月7日にもうすでに決定で、そうですね、1月7日の日曜日に、はいはい、またクレッチさんに来ていただいて、はい、それから会場でやるということです、ね、おお、1月7日日曜日ですね、でこれも明日の、うん、ここでですね、はい、産業フェスティバル後で説明しますけど、はい、まあ、そこでもこう告知をなるほどスタートしていこうという感じになってます。これはね、登米栗原の誇る、ね、本当に、まあ、あと石越町内のこれマップね、内側開けばマップですけど、はい、はあ、このあれですね、登米地域応援商品券、ほう、ね、なんか5000円ありますね、配られてるやつ、はい、それの、まあ、石越町内の、はいはいはい、利用できる、なるほどなるほど、場所なんかも書いてますので、おー、はい、参考にしてありますね、めちゃくちゃありますね、産業にもね、大サポートと千田村社と両方入れちゃってるから素晴らしいですね、まあ、あとどこにね、そのお店屋さんがあるか、うわー、わかりやすいですね、なっております、はい、ぜひ皆さん、これはね、はい、いや、いいですね、はい、まあ、ちょっと今言ってしまったんですけど、はい、はい、読んで、あ、読みましょう、はい、読みましょう、呼びますよ、看板マン、おっと、ドア
ップからの登場ね。ちゃんと説明しなかったよ、こっちが先にね。いやいやいや。というわけで今日ここで撮ってる理由というのはこちらですね。はい。おはい、うん、明日、はい、登米市の産業フェスティバルが、うん、まあ、この中井中央公園と。広い公園ですよ。後ろの体育館と。はい。はい、の2箇所で。うん、まあ会場で、開催される、はい、4年ぶりに4年ぶり、はい、いいですね、ですね、うん、まあ、あのコロナ前にもね、あのお客さんとして来たことありましたけど、はいはい、なるほど、もう本当にあの盛り上がってますよ、うん、ね、本当たくさんのお客さん来て、うん、すごい結構大きいイベントだと思いますね、うん、はい、盛り上がりそうですね、まあ、米品以外のね、うん、あの企業のブース、はい、あとは産業高校とかね、うんうん、あと絆高校とか、ね、はい、なんかそういう米品の学校とか、はい、展示もあったり、うんうん、あとはまあそうですね、その中 で、あと外でグルメ村とか、はいはいはい、あと働く車とか、これいいですね。僕もテンション上がってましたからね、はい、いいですよね。で今回は私たちはこの登米グルメ村、グルメ村、はい、こちらの方で、うん、何をするかっていうことで、これをちょっとこれをくるっとして、くるっとすると何をするかが、はい、せーの、ドン、よいしょ、朝からいいですね、スナップが効いてて、ねえ、ね、やはりこれですね、石こしまんじゅう出ました、はいはいはい、出ました。どうですか、これ見てくださってる皆さんには結構もう定着をしたワード、うん、はい、コンテンツなんじゃないかと。石こしまんじゅうね、さっきちょっとラジオでね、絵面がないからくれなかったんですけど、はい、このイラスト、これダーパンちゃんの同じなんか乗っかってるよ、ダーパンちゃんなんですけど、これ描いてるのはね、あのツペラツペラっていうですね、あの絵本作家の方が、はい、はい、この間花泉の方に来たんで、なるほど、はい、その時に、パンダ銭湯っていう、はあ、あるんですよ、はあ、絵本が、はい、はあ、まだご存じないかと思いますけど、そうですね、はあ、活用性はあの、はあ、インチキさんは、ね、パンダ銭湯、そうですね、何でしたっけ、ソラ君でしたっけ、ソラ君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 、パンダ銭湯買ってね、パンダ銭湯だね、スペラ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 でもいっぱいあの絵本出してますから、まあ、今回これその中の帽子を取ったらっていう本が、あの仕掛け絵本があって、はいはいはい、まあ、それのやつにこれ書いてもらったんですけど、面白い、帽子取ったらまんじゅう、なるほど、まんじゅういますね、へぇ、まあこれなんかね、ちょっとハンバーガーさん持ってね、販売しようと思うんですけど、いいですね。で、産業フェスティバルは登米市のなので、はい、うんうん、登米市産の食材を使った商品を販売しなくちゃいけないということで、うんうんうん、リンゴモナカを今回は、なるほど、私たちはリンゴモナカと、あと石こしまんじゅうセット、なるほど、リンゴの中のリンゴは登米市産のリンゴを使っているっていうことになりますね。いいですね。まあ、なかなかね、そういうセットもあのないと思うんで、うん、はい、お菓子屋さんでもオリジナルセットですね、今回。そうですね。お、はい、いいですね。甘いのとこう酸っぱ甘いので。いいですね。いいですね。いいですよ。いいですね。リンゴの中はね、可愛いしね、そして入れ物。写真撮ってからのやつですね。あ、そうですね。ね、はい、皆さんもインスタ上げてほしいな。いいですね、うん、あのゴヤリングでもね、はい、あの TBC のちゃんと分かりやすい、はい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 、芋の中食べて、でそう食べた後こう 歯の跡っていうか、それをこうやってやってた見せてます皆さんもじゃあ、はい、どんな歯型をつけられるか、綺麗な歯型なのか、アーティスティックな歯型なのか、はい、ちょっとね、やってみてください。あ、ね、両方ともこれ紹介されてますから、うん、そうですね、もう全国に広まった、うん、食べたことない方はね、まずこの ね、いいですね。石越し外で買えるのは珍しいことですね。あ、そうですね、まあ、イベントごとじゃないと、ね、ぜひ、ね、このね、登米中心部で買える機会なんで、はい、そうですね、皆さんぜひ見かけたら、はいはい、ゲットしてみて楽しんでくださいね。今ちょっとダーパンちゃんのイラストにしてもらったんですけど、うん、まあ、パッケージはこういうあのレトロおしゃれですね。またスーパーの宇治江だみたいな感じ。本当だ。でもリンゴちゃんとリンゴマークで。まあこれがこう。会社一般のパッケージが入ってる。うわー、いいなー、いいなー、ゲットしてください。いいですねー、凝らしてありますね、さすが。いや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 、さすがでございます。本当に大変いや、本当に ねだってさ、今日だからその豊里公民館にいるんだよ、だからで、明日ここに、明日こちらで。いや、いいですね。明日も天気いいといいな。そうですね、明日こそ外ですからね。まあ、雨降ってもやるらしい。
皆さん雨降ったら、はい、結構ね芝生なんで、はい、あれだね、ズックよりかは長靴がいいですね。でもあそこのなんていうの、販売するところは通路だから、あ、そうかそうか、こういうなんかレンガみたいな、あ、じゃあ大丈夫です、ズックで大丈夫ですって、全然大丈夫、うん、はい、ぜひお越しください。はい、まあ、とりあえず以上で、また来週も、はい、ですね、来週もございますね、食べラジ、はい、今月は贅沢会でございます、はい、じゃあ今週はぜひ皆さん、はい、今日明日と、はい、ぜひ外に出てダッチさんおかげで楽しんでいただければと思います。と、はい、いうことで、旅ラジもぜひ来週もまた聞いてください。またね。